医薬品。医薬品とは、人や動物の疾病の診断、治療、予防を行うために与える薬品。使用形態としては、飲むもの、内服薬、寝るもの、外用薬、注射するもの、注射剤などがある、財型を参照。医師の診察によって処方される、処方箋医薬品、薬局で買える、一般用医薬品がある。医薬品は治験を行って有効性が示されれば、 先発医薬品として承認される。新薬の発売から20年の期間が経過したら、後発医薬品、ジェネリック医薬品も販売される。日本の医薬品医療機器等法、第2条では次のように定義される。1の日本薬局方に収載された医薬品を、日本薬局法医薬品という、第1部医薬品、第2部医薬品に対別される。 薬局方は約5年に一度大改定されるが、その間2年に一度程度追保版が発行され、集裁医薬品が見直されている。最新版は2011年3月24日に第16改正日本薬局法が公表された。日本薬局法医薬品は、使用方法、効果、作用基準などがはっきりしたもののみを収載してきたが、米国薬局法、アスプ、 等と比べ集裁医薬品数やその内容で現状の医薬品を踏まえていないとの指摘から積極的に新医薬品の集裁を行うようになってきている。ただし薬価やその扱いなどで問題が若干残っている。なお、第2部に集裁された生姜、蜂蜜などは食品として利用されているものもある。国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには 厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。承認のないもので、医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは、効能化を謳うことはできない。保険機能食品でその認められた範囲内で評判する場合を除き、医薬品としての効能効果を謳った製品は、未承認医薬品として処罰の対象となる。 日本の医薬品は次のように分類される、動物用医薬品を除く。食品中の成分の薬理作用の研究が進んだ。結果、疾病の予防などの効果を謳った健康食品が出現し、医薬品との区別が曖昧になってきた。このため食品と医薬品を明確に区分する必要が生まれた。あ、1971年、昭和46年。 無承認無許可医薬品の指導取締りについて、昭和46年6月1日約発、第476号、厚生省薬務局長通知、別紙医薬品の範囲に関する基準が出され、医薬品と食品の区分が明示された、通称46通知。まず食品に分類されるものとして、そして蒸気に該当しないものは、次の4つの要素から医薬品か食品かを判断する。 上記の4つの要素のうち1つ以上を満たしているものが医薬品に分類され、医薬品医療機器等法による規制を受ける。2001年、平成13年、厚生労働省医薬局長、医薬品の範囲に関する基準の改正について、医薬発、第243号平成13年3月27日、厚生労働省医薬局長で、 錠剤やカプセルなど医薬品のような形態でも食品であることを明記すれば形状だけでは医薬品と判断しないと基準が緩和された。フランスでは処方箋医薬品と良性の初期症状への処置を目的とする処方箋任医薬品に分類される。ドイツでは処方箋医薬品副作用が少なく一定の安全性が確認されているものに指定される。 薬局販売医薬品、競争、健康状態の改善、内臓初期間の機能保護、疾病の予防を目的とするもので具体な効能、治療効果を持たないものに指定される、自由販売医薬品に分類される。イギリスでは、処方箋医薬品、一定の安全性が確立されているものの薬剤師が、販売を監督する必要があるものに指定される、薬局販売医薬品、 安全性が広範に確立され薬剤師が販売を監督する必要ないものとして、一般小売店で販売が可能なものに指定される自由販売医薬品に分類される。新たな医薬品、先発医薬品、新薬の開発には、長い期間、十数年と巨額の費用、数十億から数百億円を必要とするほか、製品化できないリスクも他の業界に比べて高い。 さらに厚生労働大臣の承認を得るというプロセスが必要となる。一方、新薬の特許は申請後原則20年で切れる特許庁に特許延長願いを出し、認められれば最大5年間の延長が特許法で認められている。そのため上司した後の特許保護期間は他の製品に比べ短くなることから常に新たな医薬品の研究、開発が必要とされる。 以上のことから、医薬品業界は、世界的に再編が進み、世界的な超大手企業、多国籍企業に集約されつつある。日本でも、例外ではなく、医薬品メーカーの再編が急激に進んでいる。期間の切れた特許で作られた、医薬品は、後発医薬品、ジェネリック医薬品と呼ばれ、後発品専門の医薬品メーカーも存在する。 すでに先発メーカーで実績のある有効成分を用いることから開発期間も短く新たな投資が少ないため先発品よりも費用が安く国の医療保険財政に貢献している日本での医薬品の製造には医薬品医療機器等法により医薬品製造業許可が必要とされているまた製造した医薬品を上司するには上司する医薬品の種類に応じて 1> 第1種、第2種医薬品製造販売業許可が必要である。医薬品は誰でも販売できるわけではなく、原則として都道府県知事より許可を受けた以下のような場所でのみ、販売できる。診療所や病院などで医薬品が扱えるのは医師法あるいは歯科医師法の例外規定が根拠になっている。医薬品医療機器等法では薬剤師が販売。 または授与の目的で、調剤業務を行う場所を薬局と定義している。調剤室以外での調剤は薬剤司法の規定により原則として認められていない。ただし、在宅医療などの場合は例外がある。処方箋に基づいて調剤を行う薬局を調剤薬局と呼ぶこともあるが、薬局であれば原則調剤ができるので不自然な呼び方であり、薬局と 調剤薬局が別の形態であるかと誤認されるのを、ぐため、法的強制力はないが、新規の薬局には、調剤薬局という名称を避けることが求められている。医薬品販売業のうち店舗において、一般人へ、一般用医薬品を販売する業態で、一般用医薬品以外の医薬品は、扱うことができない。いわゆる調剤を行わない薬店やドラッグストアと、呼ばれている業態。 従来の一般販売業及び薬種商販売業は経過措置により2012年5月までは店舗販売業とみなされ営業できる。2009年施行の改正薬事法で新たに設けられた業態。配置販売業とは、配置員、販売員が消費者の家庭を訪問し、医薬品の入った箱、配置箱を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を生産し、 集金する仕組み専用小売というの医薬品配置販売業である。配置販売される医薬品は置き薬とも言われる。以前は配置販売業の配置員は薬剤師などの資格を必要としなかったが2009年の改正法による配置販売業では薬剤師または登録販売者の資格を持たない配置員は代金回収や補充以外の医薬品販売の業務が できないこととされた。排除販売に従事するに際しては、都道府県知事の身分証の交付が必要となる。医薬品販売業のうち医療機関や薬局などに、医薬品を卸売する業態であり、倉庫が主体で、店舗は持たない。自治体にワクチンを納めるなど特殊な例を除き、医療関係者以外に直接医薬品を販売することは禁じられている。フランスでは、 医薬品を販売することが可能な業態は薬局に限られる。薬局には薬剤師を常時配置することが必要で、一定の販売額を超える薬局では、販売額ごとに決められた人数の薬剤師を配置すると応用する。ドイツでは、処方箋医薬品と薬局販売医薬品を販売することが可能な。業態は薬局のみ、自由販売医薬品を販売することが可能な。 業態は薬局及びドロゲリーに限られる。処方箋医薬品と薬局販売医薬品の販売には薬剤師を常時配置することが必要であるほか、すべての医薬品は薬局の管理者による常時対応が可能になっていることを要する。イギリスでは処方箋医薬品と薬局販売医薬品を販売することが可能な業態は薬局に限られる。 自由販売医薬品は一般公売店でも販売することができる。処方前医薬品と薬局販売医薬品の販売には薬剤師を常時配置することが必要である。医薬品の有害反応、副作用の監視が適切に組織化されておらず、そして有害反応に関する情報は非公開とされていることもあり、その少ない情報における患者からの副作用の報告が 監督庁に姿されないことすらある。今まで、処方性医薬品であったものが、一般医薬品となる傾向もあり、副作用を把握する体制の弱体化ともなる。処方性医薬品の不正として、その有効性や、副作用を詐称して販売することが一般化しており、深刻かつ反復的な犯罪であるとされる。アメリカでは、近年、違法に医薬品を販売したことによって、 各製薬会社で罰金最高額を更新し合っており、一度で数十億ドルの罰金に達している。日本の医療保険制度においては、患者の自己負担は薬価の3割、障害者や高齢者の場合は2割や1割に減額されるであり、残りの7割が医療保険から支払われる。そのため、国は医療保険財政の改善策として、 先発医薬品に比べ薬価が低く同等の効果を持つ、後発医薬品、ジェネリック医薬品の使用促進策と、薬局やドラッグストアなどで自分で選んで購入る、一般用医薬品、市販薬、この時に購入する医薬品を OTC 医薬品と呼ぶの利用促進策に取り組んでいる。日本では、もっぱら動物のために使用されることが目的とされている。 医薬品と定義されており、農林水産大臣が定めたものを言う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。